江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら結構国内の話題なんですけども、干上がった貯水池で違法放牧、大雨降って牛大ピンチ。はい、それではですね、見ていきましょう。くーちゃんお願いします。先月30日最終三西帰り浦市大西遊に奇襲豪雨が降り、干上がっていた貯留池貯水池にあっという間に雨水が入りました。貯留池の底で育った草をかじって食べていた牛6頭は貯留池の片隅に避難しました。ゴミがふわふわ漂う貯留池で身動きできないまま怯えた牛たち。近隣住民の通報を受けて出動した119救助隊員は、まず大きな牛5頭を安全な場所に誘引しました。水面上に頭を出したまま移動するようにしたのです。しかし小柄な子牛はどうしても抜け出せない状況でした。結局子牛は119救助隊員の胸に抱かれてクレーンで陸に出ました。救助に乗り出した最終西部消防署の遺恨ユン救助隊員は、幸い大きな牛は足が届くほどの深さだったが、小さな子牛は到底抜け出せない状況だったとし、直接降りてベルトをして抱いてクレーンで引き上げられたと緊迫した当時を説明しました。6月初め、 KBS には牛が貯留池に孤立しそうだという情報提供が寄せられました。西帰り浦市大西遊に住むある住民の電話でした。情報提供者が送った写真には、排水路を通じて雨水が溢れている貯留池に牛6頭が閉じ込められている姿が映っていました。取材陣は直ちに該当遊事務所に連絡して安全措置を要請し、牛の飼い主と連絡がつき、牛を安全な場所に避難させることができました。取材陣と会った情報提供者は、1日2日のことではないとし、貯留池は水害被害を防ぐために作ったものなのに、なぜ個人牧場化するのかわからないと首を横に振りました。情報提供者は続けて、個人牧場のように使うことも問題だが、動物虐待に他ならない行為として、危険な時は人も獣も避けなければならないのではないかと声を高めました。この情報提供者はまた別の貯留池で5位置頭が死ぬ直前にいるのを見たこともあるとして、私を知らないうちに貯留池に閉じ込めて死んでも生きても勝手にしろというのはとても過酷な行為と批判しました。このように浸水被害を防ぐため雨水を溜めておく貯留池に牛を放牧した、危険にさらされる状況が繰り返されています。貯留池の前には安全事故の危険があるので立ち入りを禁止するという警告文が掲げられていますが、無駄です。貯留池に牛を解いておく場合、共有財産無断占有に該当し、弁償金を付加することができ、刑事処罰までも受けることができます。西帰り浦市のヤンチャンフン安全総括課長は、一時的に戒告をした後、命令に従わなければ弁償金を付加し刑事告発までしているとし、最大2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処される可能性があると説明しました。ヤン課長は続けて、普通年に2回程度定期点検をするが、このような事例が頻繁に発生しており、随時点検を拡大する計画と付け加えました。それとともに、異常気候で予測できない大雨が続くだけに、貯留池での家畜放牧を絶対してはならないと警告しました。普通しないよ。はい、ちょっとね、映像っていうかね、もう一個別のあれもあるんですよ。はい、まあこんな感じですね。で、牛さん、ここね、ゴミゴミがあるね。はい、これさっきの写真です。ああ、これね、クレーンね、クレーンで。おお、危ないじゃんね、本当にね。関係者、あれだね、近所の人の話だね。で、なんだっけな、鍵がね、これね、ここに鍵があるんですよ。でもね、鍵がね、切られてる。切るか、普通。器物損壊だろう。で、注意書き、ね、占有すんなって注意書きがあるのに、こういう風に切られて、牛が入っている。はい、じゃあですね、こちらに対して、警告の反応いってみましょう。はい、それではね、1人目、
ありがとう。107に怖かったはずなのに救助されてよかったです。14にあの群れにムンジェインもいますか。12ムンジェイン。世の中に牛ほどただ直な家畜はいない。犬が最高だというが、犬は飼い主を噛む場合があっても飼い主を攻撃する牛はいない。30茹でた牛の頭を思い出す。21ムンジェインね。一匹は救助が終わって打ち上げに使うの。一頭な。牛がかわいそうに溺れて死ぬことはあってはなりません。安全にと聞くして鉄板の上に上がらなければなりません。ジュル牛泳ぎが上手です。絶対に溺れて死ぬことはありません。そうなの。牛は泳ぐの得意なの。黒牛は美味しい。03食うことしか考えてねえな。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、打ち上げに使うんだって一匹。これがいこうかな。かわいそうな瞳で見ているよから、国もちゃんと管理しろよ。ガバガバすぎだろ。狭グムで放牧すればいいのに。すり鉢状の池だったら登れないだろ。お前らの牛いつも水に浸かってんな。ウニなんかに飼われたために牛さんかわいそう。水牛になってる。助かってよかったね。そりゃ貯水池は増水するだろ。当たり前よな。何で雨降る前に回収せんかった。救助隊員も大変だよな。これ消防車が転落するまでがデフォ。牛、あそこの草は栄養満点で美味しかったな。持ち主は普通機にするものじゃねえのか。売りの資産がなくなるかもしれないんだぞ。貯水池って雨降ったらただでも抜かるのにね。でも助けられてよかったじゃん。でも救助にかかった費用は違法放牧してた牧場主に請求するにだ。さすが学習能力がない連中だな。そもそも雨降ったら水が溜まるのくらいわかるだろ飼い主。というか周りにたくさんのゴミがあるのはなぜか知らね。この牛は持ち主に戻されたのかな。貯水池、牛だから蜘蛛乳するよね。その水は何に使うの。うんこ。家畜放牧よりそこの草を買って与えればいいじゃない。貯水池から救出された時、牛はきれいにシェイプアップされました。つくづく牛にとって災難なちだよな。救助費用は請求してあげましょう。牛泳ぎは得意だけど、ウニは泳ぎが苦手です。そうなんだ、牛泳ぐ。泳ぐ、泳ぐ、沖のやつ泳ぐで。確かに、牛肉はうまいけども、今そういう話題じゃないだろ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。